どうも皆さんこんにちは、リュウジンです。親子の絆をギターで深めるをテーマに今日もジャガジャガやっております。どうぞよろしくお願いします。今日は番外編ということで、いつもとは少し違う話をしてみたいと思います。今日は1日3食をやめてみますというテーマで話をしていきますが、最近インフルエンサーがよく現代人は食べ過ぎって言うけど実際どうなんだろうとか、最近なんだか体調が優れないなとか、なんかいい方法ないかな、あとは痩せたいけどなかなか痩せることができないといった、まあそんな悩みについて一緒に考えていきます。今回ね、ギターや育児とは全く関係のない話にはなりますけども、自分の考えをまとめておきたいなというのと、こうやって宣言することで僕のね、その意思の弱さをカバーしているということでご理解いただきたいなというふうに考えております。そして先に断っておくと、別にこれをね、全ての人にお勧めするわけではなくて、僕自身が不老不死を手に入れたいから挑戦してみるだけということになりますので、そこはね、踏まえておいていただけるとすごく嬉しいです。では早速結論なんですけども、結論で言ってももうタイトルの通りなんですけど、今日から1日3食をやめますということですね。その理由としては、内臓を休めてオートファジー機能を最大限活用するからという話になります。これね、聞いてもなかなかわからないと思うので、具体的に掘り下げていきたいと思います。まず参考となる書籍なんですけども、これね、いくつかあるんですが、ライフスパン、空腹こそ最強の薬、最高の体調、不老不死メソッド、こういったものがあるんですけども、正確に言うとこれ全てちゃんと読んだわけではなくて、解説 YouTube を眺めただけっていう感じなんですけども、これからね、もうちょっと、しっかり読み込んでいきたいなというふうに思っております。ではですね、これまでのライフスタイル一度振り返っておくと、まずですね、僕は7時半頃朝食をとります。で、朝食のメニューは玄米のご飯と、卵、納豆、ヨーグルト、バナナ、フルーツグラノーラということで、食べ過ぎですね。はい、これは分かっております。なんかね、朝は結構食べていいのかなと思って結構、よく食べますね。そして起きるのがね、4時とかなので、もう十分お腹空いてるんですよね。というわけで結構ね、朝がっつり食べておりました。そして11時半頃が、昼食ですね。で、前日の夕食の残り物があった場合は、それを入れた弁当だったりとか、なければ僕はキャベツの千切りとサラダチキンのみとか、そんなのでも結構ね、最近はね、大丈夫だったんですよ。あと、玄米ご飯を使ったおにぎりとかを入れてました。結構ここは意識的に昼食を少なめにしてて、どうせね、何食べたって夕方お腹空くんですよね。なのでもうそれが分かってからは、あまりここにはこだわらないようにしてます。そして、19時頃夕食なんですけども、うちは平日は宅食のサービスのヨシケというものを使ってるんですけども、このメニューをねいつも食べてます。これは比較的その栄養バランスの取れた夕食になるのですごくいいんですよね。そして量もほどほどになるので、食べ過ぎることっていうのはもうほとんどないというふうに思います。それでもちょっと量が足りないなと思ったら、僕はいつもね豆腐と納豆とキムチ、これをね、取るようにしてます。また基本的には間食とか夜食っていうのはもう一切取りません。ということで、我ながらね、結構この健康に気をつけた規則正しい生活をしているように、そんな風に思ってました。で、最近はね、体調も優れているし、全然風邪ひかないんですよね。それから太ってないし、腹筋もね、ちゃんと割れてるし、ということで、これでいいんじゃないかなっていう風に思ったりもしてたんですけども、今回ね、いろんな本に触れることで、ちょっと変えてみようかなと思ったわけですが、じゃあこのライフスタイルで何がダメなのかというところで見ていきますと、これはね、何を食べるかじゃない、どう食べるかなんだということですね。これ結構パワーワードですね。もう一度言っていくと、何を食べるかじゃない、どう食べるかということですね。これ名台詞のね、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだっていうのとね、似たようなフレーズになってきますけども、これはね、結構僕は衝撃的でした。かなりね、僕は食べるものに注目してたんですよね。で、例えばその発酵食品を積極的に摂ることだったりとか、食物繊維は多めに摂ろうとか、あとは炭水化物は摂りすぎないにしようとか、高カロリーのものは避けようとか、こういうことをね、ずっと思ってたんですよ。でもそうじゃないんだよっていうのが、その最近の研究で分かってるんですが、空腹時間ですね、ここに注目してみようということで、僕の場合だと朝食と昼食の間、これがだいたい 4,5 時間でして、昼食と夕食の間が 7,8 時間、
夕食と朝食の間、これはね、睡眠時間も含むんですけど、12時間から13時間、まあこれぐらいのリズムで、まあ毎日過ごしていたということなんですけども、改めてね、この空腹時間というところに、注目してみたいと思います。で、なぜここに注目するかというと、これは、腸が消化を終えるまでにかかる時間、まあこの辺も関与してるんですけども、これ実は、10時間っていうふうに言われてます。つまり、その僕のこれまでのね、ライフスタイルを見てみると、夕食と朝食の間、ここしか腸が休まっていないということなんですよね。まあ、どういうことかというと、まだその消化をすべて終えてないのに、次々と食事が体内に入ってくるということなので、もうずっとね、この腸に負担を与え続けているっていうわけなんですよ。もうまさにね、そのブラックバイトを雇う経営者の感じですね。これだとね、やっぱ不老不死には近づけないなということで、まあ、このね、空腹時間に注目したいなと思ったんですが、まあ、もう一つね、注目すべき機能というのがあって、それがね、オートファジーというものになります。これウィキペディア先生によると、細胞が持っている細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つっていうふうに書かれてます。いや、正直これじゃね、全然わからないなっていうふうに思うんですが、これ直訳すると自分で食べるということになります。で、シンプルに言うと、軽い飢餓状態になってくると、古くなった細胞が自らを食べて再生するという仕組みなんですよね。つまりこれってそのアンチエイジングだけではなくて、なんとね、若返りを図れるっていうわけなんですよ。で、別にこれはね、宗教でも何でもなくて、医学的な所見なので、まあ最近はね、ここが注目されているということですね。じゃあどうすればこのオートファジーという機能が発動するかということなんですが、これがね、空腹時間16時間っていうふうになってます。いやいや、24時間しかないのに、そのうち16時間空腹とか無理でしょっていうふうに多分ね、思うかと思います。僕ももちろんそう思ってました。で、実はこれね、睡眠時間も含めていいらしいんですよ。で、そうなると結構、考えはね、シンプルになってきて、僕はだいたいね、20時までに必ずね、夕食を食べ終わる、まあそういう習慣になってるので、睡眠を含めると、翌日の昼12時以降、ここはね、もう空腹時間16時間を達成しているということになりますね。でもこの16時間という空腹時間に耐えられないっていうあなたに朗報があります。それ何かというと、ミックスナッツとヨーグルトは食べていいんですよ。まさにね、救いの手がそこにあったなというふうに思うんですが、僕は早速、Amazon で高レビューの、小分けされたミックスナッツをもう早速ポチりました。で、詳しくは概要欄に貼っておくので、よかったらね、そちらも参考にしてみてください。ということで、じゃあこれからのライフスタイルどうなるかということをまとめてみました。朝食はヨーグルトとナッツのみ。お腹が空いたらナッツを食べる。19時に夕食。ここはね、何食べても OK。ということで、もうシンプルにね、これでいきます。はい。もう一度言っていくと、朝食はヨーグルトとナッツ。お腹が空いたらナッツを食べる。19時に夕食。ということですね。厳密に言えば昼の12時に、先ほど言ったようにオートファジーはね、ここで発動してるんですよね。なので別にね、何食べてもいいんですけども、まあ僕はまあ平日はもういいかなっていうふうに思ったので、休日ね、家族と出かけた時ぐらいは、12時以降にランチを食べようかなというふうに思ってます。あんまりね、こういう、節制した食事みたいなのを、子供がね、真似すると良くないので、このあたり、教育としてもちょっとね、難しい観点だなというふうには思ったりするんですけども、まあ、これは今後の課題かなというところで、考えております。というわけで、まとめに入らせていただきます。今日は番外編ということで、1日3食をやめてみますというテーマで話をしてみました。理由としては、内臓を休めてオートファジー機能を最大限活用するからということになります。いや、本当にね、あなたにお勧めしたいっていうわけではなくて、あくまでも不老不死を手に入れたいという、僕の宣言になります。まあ、しかし、この、いろんな本を今読んでみて、この議論については、ある程度ね、こう、エビデンスが溜まってきてるなっていうふうに、僕は思いました。いつかね、こう、1日3食とか食べ過ぎだよっていう考えが、スタンダードになる日も近いのではないかというふうに僕は思ってます。それから、一つ付け加えておくと、この話って絶対にね、テレビでできないんですよ。これなぜなら、強力なファストフードのスポンサーがついているからっていうことですね。うん、だから、情報感度が低い方が、このね、1日3食食べ過ぎだよっていう情報を手に入れる頃、きっと僕は不老不死を手に入れてることでしょうと。
ということで、まあ、もしかしたら空腹に耐えられずにすぐに1日3食に戻すかもしれないので、その時はねまた報告させてくださいということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは普段は親子の絆をギターで深めるをテーマに、ギター初心者ならではの悩みですとか育児や教育に関わるコンテンツを継続して配信しています。 YouTube、ブログ、Twitter、ラジオと幅広くやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日はいつもと少し違う話をしてみましたけども、いかがでしたでしょうか。参考になると嬉しいです。もしこの放送が良ければ高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。以上、リュウジンでした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。